オパンタイプ、オパンタイプ、オープンタイプはデジタルフォントの規格である。Apple が開発したトルータイプの拡張版として、Microsoft、Adobe Systems により共同で開発され、1997年4月にバージョン1.0が発表された。オパンタイプは Microsoft の登録商標である。オパンタイプはトルータイプを発展させ、ポストスクリプトフォントの タイプに形式のアウトラインデータも収録できるようにしたものである。拡張子はアウトラインデータが CFF 形式のものは OTIF、フォントコレクションは TTC、OTC、トルータイプ形式のものは TTF、OTIF、フォントコレクションは TTC のいずれかとなる。オパンタイプは下記の特徴を持つ Windows では オパンタイプフォントが使用できないアプリケーションもあり、g リ o では標準で対応されないため、ネットフレームワークの Windows Forms などでは標準で使用できない WPF はに対応した Windows 7以降に標準搭載されている d a r k ライトもオパンタイプに対応しているが、カラーフォントへの対応は Windows 8.1以降であり、また Windows 10 Anniversary Update 時点で SVG カラーフォントへの対応は部分的にとどまっている。GSX0208 などの漢字コードは微小な字形差の多くが包摂基準により同じ符号位置に統合されているため微小な字形差を表現し分けることができない。オパンタイプは微小な字形差などを含み対応可能な特徴を有し、日本ではグリフ集合として Adobe Japan 1シリーズを用いることで 微小な時計差を区別していることが多い。漢字のイタ座ザ切り替えは、コントに内蔵されるグサブテーブルを利用した切り替えが、アドビーインディスインなどで実装されているほか、ユニコード5.1でイタイアザセレクタとして、イベスが導入され、その組み合わせとして2007年12月に、アドビ j ジャパン1が、iBOD に登録された。ユニコード6.3では、SVS として、 CJK 語感漢字の線に通りが追加された。フォントの規格では、オパンタイプが2008年5月策定のオパンタイプ1.5で、ユニコードのイタイアザセレクタに対応した。これにより、ソフトウェアフォントともに対応していれば、イタイアザセレクタを利用して、プレーンテキストで、イタイ字を表現できる。日本語のグリフ集合は、Adobe Japan 1-3が9354グリフ。 Adobe Japan 1の4が15,444グリフ、Apple が制定し、MacOS 10 V10.1 で採用した独自のグリフ集合である、a p e u x をサポートした Adobe Japan 1の5は2317グリフ、そして使用頻度の低い漢字を多数収容した Adobe、Japan 1の6で23,058グリフをサポートしている。現在では、 Adobe s y システムズや森沢などいくつかの和文フォントベンダーが a d o Adobe Japan 一1-6に準拠したオパンタイプフォントを多数販売。Apple は MAX に平木のオパンタイプフォントを標準で採用。Adobe s y システムズは DTP ソフトアドビインビスインでオパンタイプの文字組み版機能に完全対応するなど各方面で対応が進んでいる。Windows 2000以降の Windows などでも利用可能だが オパンタイプの特徴である高度な文字組み版機能を使用するには対応アプリケーションを要する。従来の OSF フォント、C のフォントは共にダイナミックロードの出力は不可能ではないが不安定である。日本語を含む2バイトフォントの DTP 出力はイメージセッターやプリンタなど出力機側に専用のフォントをあらかじめインストールし出力時は 文字コード情報やフォント名の情報のみを出力器へ送り、文字の形の情報は出力器側で計算させた。かつてコンピュータやネットワークの性能が低い状況で負荷を低減させる利点があったが、機能の向上とともに不要となった。オパンタイプはトルータイプ同様にダウンロード出力ができるため、コンピュータ側にフォントがインストールされていれば出力が可能である。 おさむき